三上三次から1939年6月7日は、日本史学者。張幕につかみ東軍三立村の官方位、高田帝介の三男として生まれ、1875年に、と堀村で、寺小屋を開いていた、元姫路藩江戸詰藩士、三上勝明の養子となる。養父は、地元の小学校の校長を務めた後、姫路市街に移り沙洞、干物を飽きなう。 三上屋に転じた。三次は、旧正姫路中学校を中退して、小学校の代用教員となったが、養父の希望で、農学校進学のため上京し、本郷元町にあった、進学予備校、進む文学者を経て1881年に、東京大学予備門入学、教師の進めもあり、農学から私学に変更し、1885年、 東京帝国大学文学部入学、田辺春と結婚し、翌年長男賞誕生。1889年、東京帝国大学は文学科卒業。同大資料編参係に入り、資料編参会を経て、1899年に東京帝国大学教授、私学科から国私学科が分離するのに尽力した。1908年8月4日、 帝国学士院会員となる。1924年から1932年まで、摂政のご進行担当者であった。大正期に、明治天皇期などを編纂し、1932年に、貴族院議員。また、私学会創設に関与し、1936年に、理事長。1939年、肝臓農業のため死去。長男の三上正は、 東京帝国大学史な文学科卒業後、三井物産に勤務の後が言う、1925年帰国し、大正会場火災保険監査役となる。その妻、千恵子は、三井洋之助の三女。長女の豊は、東京府立第二高等女学校卒業後、大海原重吉の妻となった。伊豆の三上進和は,は、不動貯金銀行監査役、妻は、 同銀行頭取の牧野元次郎次女。弟子に辻善之助、中村隆也などがいる。ありがとうございます。